こんにちは、にゃとです。今日は入れすぎスノードームの作り方をやっていきたいと思います。これはもらいものですが、お水だけしか入ってなくってキラキラがすぐ落ちてきてしまって、せっかくのビーズもすぐ落ちちゃって楽しくなかったので、なかなか落ちないのを作ってみようと思います。用意するのはスノードームの中身が空のやつ。中身が空、うん、水とか入ってないやつ。今捨てました。で、この紙を何にするんだ？ロート？ロートの代わりにするので、切って丸めて、これくらい、この穴に入るくらいにして、ホチキスで留めます。どこだ？こんな感じで、ここから先にラメを入れて、ラメはこれ100円均一で買いましたよ。写しにくい。こんな感じか。細かいホロ、これってホロって言うんだっけ？まあ適当に言ったらホロで、ちゃんと言ったらホログラム。なるほど。これも入れてくよ。どうしようかな。銀色？微妙かな。ブルーがいいかな。ブルーをイメージされてるから多分そっちの方がいいと思う。うん、白っぽいグリッターって可愛いよね。雪みたいだし。洗濯のりとお水で作るっていうのもあるんだけど、少し濁ってしまうんだよね。あ、これも入れたいな。入れちゃおうかな。あ、でも見えにくくなるかな。ギラギラするかな。これは白系だけなんだ。見えにくくなったりしても困るから、そっちよりこっちを入れた方がいいんじゃないかなと思う。細かいラメってやつか。うん、大粒のもあったね。大粒もないね。クラッシュフォロっていうのがあった。なんか大きい。これは絵を描くときに使ってるクラッシュフォロとガジャリって言ったよ。なんか普通のホログラムより、なんか凍ったホログラムって感じ。ここにグリセリンと精製水を
どれくらいかな。3対7っていうのもあったけど、ドローっとゆっくり落ちてきてほしいので、これくらい、はい、見えない、はい、見えない、これくらい、あとは水で満たしていきます。精製水ね。レセリもう少しあってもいいような。何かと入れすぎだな。ドバー精製水をマックスまで。こぼれた、気にしない。あとはこれ栓をするんだけど、しっかりはまってないと水が漏れちゃうので、こうかな。で、水とグリセリンは、グリセリンは浸水性でもあるし、油にも馴染みやすいので、化粧品作りにも使われるんだが、水と油を混ぜる乳化作用もあるからね。これでゆっくりグリッターが降りてくるようになりました。しっかり混ざってしまえば濁りはなくなって、こんな感じ。奥にあるパフュームも見えるようになります。大丈夫、そのうち透明になる。ゆっくり落ちてきて可愛いね。猫さんが見えないけど、違う、雪だるまだ。そのうち混ざるよ。大丈夫だよ、混ざってるよ。この雪だるまの顔、ひーくんに似てる。さ、ひさ。この猫はちなみにニャに似てるらしいです。あれ、こっちこぼれてない？あー、キラキラ。雪だるまの方はグリセリンたっぷり入れたから沈んでくるのがゆっくりめ。猫さんの方はお水が多めだからちょっと早め。でもお水だけの時よりはゆっくり。どうかな、またやっちまった。こっち入れすぎで全然戻ってこない。止まったかのようです。やっぱグリセリン多すぎた。ニャニャの方はち
これはピアノが好きなニャのために妹が作ってくれたんだよ。Pさんはローマ字の宿題をしています。はい、なぞなぞにが全然わかりません。なぞなぞね。空を飛ぶパンは何？フライパン。世界の真ん中にいる虫は何？蚊ですね。そんなローマ字の問題です。か、せ、か、いの3文字の中で真ん中はせ、か、い、か。もうこれだけでかって読むの？ごめん、間違えてモスキートって書いちゃった。ゆっくり落ちてくるのもかわいい。もう少しグリセリン足そっかな。ちょうどいいかな、これくらいが。これがだいたい5対5くらい、こっちが7対3くらいかな。グリセリン3に対、違う、グリセリン7に対して水が 3? グリセリン7? 水 3? まあどっちにしても入れすぎだね。入れすぎスノードームでした。またね。